山木ラジオの告知してね。はい、10秒前。はい、椅子が高いな。あ、追加する？ライブ開始。はい、行きまーす。ご機嫌だね。行きますか。はい。メールどこで見るんだっけ。はい、ということで今週も始まりました Tonight 5ということで、この番組はですね、はい、月曜日から金曜日まで、23時から吉本沖縄に所属する芸人がお送りする番組ですということで、はい、水曜日担当の飛び出せマーメイドです。お願いしまーす。いらっしゃいませ。 ありがとうございます。イライラするぜ。いや、なんて？イライラするぜ。イライラする。うん、ちょっとごめんな。いや、ちょっとじゃあ訳を聞かせてくれよ、それは。うん、なんでイライラしてんの？いや、桃色クローバーみたいな妹が欲しいなと思って。というと？いやね、俺162センチなんですよ、身長が。はいはいはい。うん、で兄弟3名いまして、うん、で僕が長男なんですよ。はいはいはい。で妹と弟いるんですけど、うん、妹がいるんですけど、うん、その妹の身長が172あるんですよ。はいはいはい。あ、結構大きめの、はい、172172ですね。まあ女性にしてはちょっとね、背が高い方じゃないじゃないですか。まあ進撃の巨人でいうと貴公種ですよ、うん、いや、そんなそこまで珍しくはないぞ、うん、別に。ももクロちゃんみたいな可愛い妹が欲しいって今イライラしてるんですよ。うん、ででそれでイライラしてるってこと。ごめんね、だからちょっとどういうこと。塩が入りまくってるけど、うん、ちょっとよく分かんなかったわ、うん、ごめんな。まあ、ちょっとこれが今急に、うん、このイライラがよ、うん、11時ちょうどに出てしまったっていう。ほんとすいませんね、ユーストリーム。まあそうですね、こういう電波をお借りして言いましたけど。あ、コメントに困ることを言われてしまいました、僕は。でちょっとコメントがある方、はい、ちょっと待ってます、うん、私はももクロの妹。これに正しいツッコミを募集しております。ああ、いいですね。お願いします。お願いします。ということで、うん、はい、今週もこんな感じで始まりました、はい、ということでマーメイドウェンズデーとコメントをくださってます。ありがとうございます。ウェンズデー、ね、ウェンズデー、マンズデー。戻ったよ、うん、マンズデーっつった今。マンズデーって何？いや、俺が作ったっすよ。ももクロの誰が欲しいのって俺質問が来てますよ。ももクロね、うん、いや、みんないいんすよ。僕はもうみんな箱推しですな。なんか箱推しって話前もしたよね。はい、なんか決めれない。逃げでしょって俺が言ったやつね。逃げではない。結局この逃げでしょっていう発言に対して何もこのちゃんとした理由もなく返せずに結局逃げだったっていうことは証明されたんだよね。いや、ちょっとこれに対してはちょっと言っていい？何何。まあ一人一人の特徴、うん、まあいろいろあるとして、うん、まあ誰々も、まあ桃花もいいし、うん、しおりんもいいしってなったら、うん、もうずっとループしてしまう。本当に決めれない。いや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 。いや、ただね、うん、沖縄に来てたんですよ、一昨年ぐらいかな。うん、モモクノっていうライブ、モモクノっていうライブがあったんですよ、沖縄でね。うん、60分で、何曲歌えるかみたいな。ほうん、だったような気がする。これ全部、桃色クローバー Z の曲を。そう、あ、まあ、桃色クローバー時代の曲もある。あ、まあでも自分たちの曲ってことね。そうなんだ。これ60分間で何曲歌えるかと。歌えるかだったのに だし、はあ、しかもその曲が、うん、お客さんからのリクエストに応えての、うん、だったと思うわけよ。へえ。それに応えてみんな出して、うん、でまあできない、まあ、うん、忘れ、まあぶっちゃけ忘れてる、これ歌えるかなみたいな曲もあったよ。なるほど。あ、でもやっちゃいますみたいな。はい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 。ちょっとミスってもそれはライブだから、ああちょっと楽しんでやりましょうみたいな。ほう。でそのライブを行って、うん、まあ、その後に、うん、
まあライブ見に来てくれた、うん、ファンの人たちだけで、うん、ちょっとホテルを貸し切ってホテルの一つを、うん、広っぱをね、うん、ちょっとチュラノフっていう、うん、グループがグループっていうかファンクラブじゃないけど、うん、沖縄のももクロファンの人たちで集まって、うん、まあ、組織みたいに大きくなってるわけね。そうちょっとね、うん、親交を深めましょうと。はあすごいね。ねちょっと行ってみようと思って、うん、思い切って好きだし、うんうん、で行ったら、うん、なんと会場がいろんなカラーね5色あるんだけど桃色クローバーズっていうテーブルがそう各色何々推しの方はじゃあこっち、うん、何々推しの方はこっちってあったんだけど、うん、箱推しがないんですよ。いやだ結局そういうことよ。結局箱推しはもうほんと言い訳ループするとかもう要はちゃんと応援してない人がそういうこと言うの、うん、箱推しっていうのはまあだから会場に来たら、うん、箱推しがないんすよ。うんだからもうお前はだからファンではない。30分、うん、会場に入らず悩んだ。誰にしようって、うん、結局じゃあどうしたの俺ね。結局どうしたっけ。アーリンにした。ああもうだからもうそういうとこだよ本当に。何がよ何がよ箱推しとか言っといているじゃん。じゃあいやそれはその時だけだから。いやいやその時だけとか言ってるけど本当に箱推しなんだったらもう入んない方がいいよ、うん、だから俺は無理やり理由をつけてアーリンにした、うんじゃあもうアーリンって言ってこ今後も箱推しじゃなくて。いやだってももかもしおりもかなこもれにちゃんもいいんだもん。これはもうあれですねことわざで言うと二頭追うもの的なやつですよ。いや結局、うん、ダメですもう誰あれもこれもって言ってるから、うん、結局そのもうちゃんと推してる、うん、もう桃の符っつうのこのすごい人たち惜しい物の符ですね。物の符はい物の符はい物の符ですね。桃の符じゃないの。物の符ですね。物の符だと普通の武士みたいになっちゃうな。そうそうそれだよ。えそうなの。うんももクロファンは、うん、え物の符っていうの。物の符あももクロはねもともと、うん、歌舞伎アイドルあ歌舞伎っていうか江戸時代というか、うん、そういうのを設定にしたアイドルだったの。えそうそうそうそんなのが入ってたの。入ってた。マジか、うん、まあまあまあルーツをたどると、うん、いつからそこでもう崩れたかも俺も分かんないけど、うん、それで、うん、だからモノノフっていう、はいはい、あれがあったと思う。そういう俺はもう途中からなんだけど新参者というか、うん、つまり結局だから一人に選べって言われたら選んだわけでしょ、うん、だからもうそれでいいじゃん。誰だっけ。アーリン。アーリン。アーリンね。佐々木。アーリン推しでいいんじゃないの。アーリン推しで応援はアーリン推しでーす。公式ということでじゃあオフィシャルでじゃあアーリン推しにしましょう。逆にそんなんで揺れ動いてるってことはもう、うん、その程度だって俺は今思ったよ本当に。意味わかる。俺のそのアーリン推しでーで押されちゃったっていう時点でもう、あ、結局そのさっきの箱推しも大したことなかったし、うん、この俺のプレゼンで、うん、アーリン推しに変わっちゃうんだっていう。いや俺はねただ折れたんだからね今。ああ結局じゃあなんだと俺もう本当にこの1時間じゃあ約束しよう。何みんなにもうももクロ出た約束出たよや岩田名物約束。もうみんなにももクロファンじゃないってもう一緒。いやいやいやそれはおかしいだろおかしいだろそんな無茶な誘導は全然引っかからないけど。今日も始まりました飛び出せマーメイドです。1時間楽しみますということでありがとうございます。ということでじゃねえよということでじゃねえよ岩田。はいねってことで、あ、じゃあマーメイドファンって名乗るときはどっちか選ばないといけないの。そんなの無理って。あ、ありがたいですね。誰だ。いやもうね本当そういう方はもう迷わず応援ファンと言ってください。あもうそれ悪くないですな、はい、もももふ。もももふって何。もももふ、うん、ももやばい。もももも言ってた。俺ちょっとピーチキャッスルのこと思い出してきてしまったな。ピーチ、あ、え、リス JPN さん、うん、リスさんって、うん、リスさん知り合い、はじめましてじゃないですか。かもしれないですね。うん、なんか勲章みたいなのが2つついてますけど。いやーありがとうございます。ももクロね。あのさ、はい、俺思ったんだけど、はい、今ピーチキャッスル思い出したじゃん、はい、あいつらあのピーチキャッスルですもももももって最初漫才の最初に言ってさ、合いますね、やったりとかするでしょ、はいはい、で例えばこの先俺らが頑張って、はい、桃色クローバー Z と仕事ができますみたいになった時に、はいはい、あ
じゃあピーチキャッスル頑張ってるし、はい、桃も入ってるから、はい、ちょっとじゃあピーチキャッスルに仕事を振ろう、桃色クローバー Z と一緒にする仕事を、まあ、沖縄のイベントとかあったとして、はい、振ろうみたいになったらやっぱ悔しかったりすんの？いや相当これはですね感情が高ぶってしまって、うん、多分、うん、なんでだって言うと思います、事務所になんでだその時だけは、あ、なんでだって言うと思いますよ、マジで、うん、もう今それを想像しただけで僕はもう眠れないですね、うん、今日の夜は今のこのあれが出てきただけで、そうですね、ちょっと引っかかってる、うん、実際にでもあれなの、そのなんかさ沖縄にこうライブをしに来てくれたりとかっていうの結構多かったりするの？いやね、うん、今3回ぐらい、お疲れ様です、 ありがとうございますね、あの、はい、先ほどの、はい、あれそういえば今日愛ちゃんがいないですね、あ、インフルエンザ？コザ？あ、福岡？福岡？ああ、あら飛ばされた的な、なんで何したの？いやじゃあまた来週、愛ちゃんは来週ということで、はい、じゃあ今日お疲れ様でした、はい、遅刻しちゃダメですからね、いや俺らも言えないから、人のこと、はい、言えないですからね、えそうな、先ほどのね、番組の方々とちょっと今、まあ個人名を言ってしまったらね、それはね、うん、こうプライバシー的なものあるんで、がっつりさっき愛ちゃんって言ってたけどね、うん、俺ら2人ほど遅刻してましたよ番組見てた方はちゃんと分かりますから、それは最初から見てた人は、うん、はい、ね、そうね、まあそうよ、あのだからそういうねイベントで、はい、あの内地の人と内地のこのビッグネームの人と一緒にお仕事する機会っていうのが、うん、もしかしたら映画祭とかでも出てくるかもしれないでしょ、まあそうだね、こういうもう1年に1回のイベントですから、この桃色クローバー Z がどれだけ好きかっていうのを俺ちょっとだから全然わかんないのよ、うん、ああなるほどね、うん、君がもうだからももクロの話しててもちょっとふざけるじゃん、マイクに目当てたりとかして、いや本当は好きじゃないんじゃないかなって俺まだ疑ってるからね、いやもう まあ俺が本当にこういう大好きって言っていいのかさえも躊躇するぐらい、うんうん、なんか、まあ、申し訳ないというか、うん、それぐらい俺が、うん、ファンって言ってもいいのかなっていうぐらい、うん、まあ一応好きではあるんだけど、うん、そういう名乗っていいのかっていう不安があるっていうのはあるね、うん、いやちょっとファンとしてまだ腹をくくりきれてないってこと？いやで大好きだよ大好きだけど、いやいや俺なんてそんなまだ何も知らないよ、うん、っていう感じ、みんながファンっているわけよ、だから桃色クローバー Z の、うん、ファンは本当に相当すごいパッションを持った人たちが集まってるんだとね、まあそうだね、うん、だからそんな人たち、その人たちと比べると自分はまだまだ応援できてないっていう、まあそれはちょっとあるかも、なるほどね、うん、そうか、そうだ、じゃあ結局はファンではなかったっていうことですね、まあそういう岩田からしたらそうかもしれないけど、ないけど俺は大好き、ごめんね大好き、どうしたらいいか分かんなくなってきちゃって俺喋ってて、うん、自分で自分の首を絞めているんだよ君は、そうね、うん、じゃあ先ほどの方です、はじめまして、私はリスです、あ、主食は菓子パンです、菓子パン、自分より大きいパン食べて大丈夫ですか、ねえリスちゃん、ねえ、後ろのカレンダーが懐かしいなということでマブヤーさんが、はい、後ろカレンダー、あ、懐かしいな、あ、え、何、あ、でも3月じゃんな、3月、懐かしい、前使ってたんじゃないのこの、なるほどね、カレンダーを、サイドメニューはお湯です、リスさん、サイドメニューお湯か、まあね、お湯を飲みながら菓子パン、まあちょっと一回口でぐちゅぐちゅしてパンを柔らかくしてね、うん、最終的に飲み込むというね、そうなのかな、わかんないけど、リスさんかわいそうに、ぜひ食べてる口元でいいんで、食べてるくちゃくちゃしてるところでいいんで、うん、ちょっともしよかったら画像とか送ってくれたら嬉しいですな、うん、大好物はまかないですいやー素晴らしいですね、まかない、まあどっかで飲食店で働いてると見たな、うん、そうね、まかないが出るところで、うん、こういうのを探すの得意ですからね、はい、リスさん、うん、まぶやさん、ももクロ風に自己紹介お願いします、あいたしますということで、やりますか、これはもう大江くんに言ってるんですかね、はい、桃クロ風ってどういうこと、俺ちょっと分かんないんだけど、まあ、なんかあるのその桃色クローバー Z 風、そうそう、一人ずつやっぱアイドルって自己紹介が大事なわけなんですよ、はいはい、お客さんをつかむっていうね、うん、それで一人一人あるわけ、なるほどね、このいわゆるその必ず自分の名前言う前に言う、うん、そうそうそう、決まり文句があるんだ、うんうんうん、あるんだよ、ちなみにこの
この子、このだからこの子はこんなこと言ってるとかあるの、あ今覚えてんのとか。で、あのあかな子、レッドのかな子さんは、うん、あの出勤取ります、 IL 番号12345、うん、あこれ全員か、出血取るのですってモビアさんが。そうですね。でかなこがね、うん、笑顔はあエクボは恋の落とし穴、あなんか聞いたことある、かなこーみたいな。これは何、あおりかなこー、あ自分で言ってんの。そうそう自分で言ってる。あはいはいはい、あみんなで言うのかな、うん、みんなバーっつって、うん、なんかこういう時よ本当に、うん、なんか緊張してももクロの話とかすんの、うん、ちょっと本当にパッと記憶が曖昧になるわけよ。何の緊張なの。緊張、なんかももクロさんを語るってなると、うん、どうしても緊張してしまう。あそうなの、うん、でちなみに、うん、まあ、最近俺がやってライブでね、うんうんうん、最近の WBC とサゴテン団のライブがあったんですけど。ありましたね。その時にもちょっとアイドルがいたじゃないですか、地元の沖縄のアイ沖縄のアイドル、すずちゃん、すずゆずちゃんがいて、うん、サゴテンガールとして、そう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 、ね、東京に行っちゃうんだっけ。そうみたいですね。進出するってことで最後のね、はい、舞台ってことでなんか来てくれたんだよね、はい、アイドルが沖縄ので自己紹介してくれたんですよ、うん、挨拶で、うん、やってたわ。見た目も子供、頭脳も子供みたいな、うんうん、やってたやってた、うん、でまあ俺もなんかアイドルじゃないのに火がついて、うん、ちょっと自己紹介しますやってたな。やったでしょ、自己紹介ギャグみたいな、うん、それ実はねこの自己紹介、うん、ももクロの黄色、うん、しおりんからちょっと、うん、インスパイアされてる、インスパイアされて作ったんですよ。じゃあそのしおりんはどんなの。しおりんのあいえお作文って言った。あ、あいえお作文、うん、しおりんのし、叱らないで、うん、しおりんのお、怒らないで、うん、しおりんのり、リズムに乗って、うん、しおりんのん、うん、うん、当たってる、しおりんの、あ、しおりんのり、しおりんのうん、今日もレッツももクロちゃんっていう、そうそうそう、これからインスパイアされて大江自身の自己紹介がライブでも披露しましたよね、はい、そう。じゃあちょっとせっかくね、はい、ももクロ風に自己紹介お願いしますってマブヤさんから来てるんで、はい、それ言って音楽いきましょう。まあそうですね、はい、ちょっとじゃあいきますよ、お願いします。飛び出せマーメイドのあいうえお作文、あ飛び出せマーメイド大江健太のあいうえお作文、イエーイ、はーい、パン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 健太のけー毛深い健太のうーんうーん毛深いケンタルタ体毛がすごい、いやー全部毛、いやいやちょっとモザイクかけてください。はい、ということで、はい、すいません、これで閲覧数がガガッと下がるんではないでしょうか。いやもう増える一方ですよ今日。はい、ということで、はい、一旦じゃあ曲の方行きたいと思います、はい、ということでじゃあ僕の方から曲紹介したいと思います。真渡り松子さんでさよならバイバイです、どうぞ。何この音楽めっちゃいいじゃん聞いたことあると思うよ。じゃあツイキャス読みましょうか。読んでいきましょうよ。マビアさん、沖縄のアイドルはロマーシアしかわからんな。うぇーい、お姉さん、あすごい、どうもどうも、 お疲れ様です、ちょっと綺麗なお姉さんたちですな。これ声って聞こえてるんですか。声聞こえてます、声聞こえてます。あそうです、なんて？わかんない声は届いてんのかな、届いてないのかな、うん。皆さんは飲み屋の人かな、なんでちょっと意思疎通ができてないな。そうですね、マイクが入ってないからしょうがないですね。入ってないな。じゃあお疲れ様です。大江くんは桃の符だったのか。ジョンさん、桃の符なの。桃の符だったかな、桃の符だったかな。あ、俺ちょっと待ってよ、本当にちょっとショックなんだけど。だって桃の符って普通の言葉じゃん。侍でしょ、侍っていうか武士でしょ、武士。だから桃の符でしょ、桃色の桃じゃないの。桃の符、桃の符、桃の符じゃないの。桃の符だったかな。やば、ちょっと俺出ちゃってるわ、この信用されてないわ。マジで本当のファンなのってなっちゃうね。うん、ケンタいいねと、マブヤさん。マブヤさんね。ケンタスケベーな顔なっとるぞと。いや。あ、公開ナンパかと。どこが、え、なんで？
ちょっとお名前の方がアカウント名の方が、うん、の方がもうスケベですよ。あ、ファンはモノノフって。これ合ってる、合ってるんだ。当たってるよ。え、なん、え、モノノフ？うん、そうだから元々、うん、歌舞伎アイドルというか、うん、そういう江戸というこのあれを設定してるアイドルだったから、うん、多分それをファンのみんなはモノノフって言ってたと思うわけよ。うん、当たった、安心しましたわ。うん、よかった、モノノフ。まあね、そうです、ジョンさん。まあ最近本当に確認できてないんですよ。ノノノフふざけ出した。ももクロとかけてるみたいよ。あ、なるほどね、マブヤさん、ありがとう。だから全然最近見れてないからね、ももクロ情報が。うん、だからもう2011年とかは、うん、西武ドームにライブとか見に行きましたからね、一人で。すごいよな、もう初めて、初の、うん、コンサート、うん、人生初の、自分からしても。あ、マジで。そう、音楽イベントに自分から行くっていうのが、だからまあそれで好きになったのもあるかも、うん、やっぱ生で見たっていう、ね、ちゃんと足運んで見に行ったっていうのが、うん、でももう本当に泣いてしまったもん、オープニング。へえ、うん、すごかったね。そっか、うん、なんか初めてこんな感情は。うん、いいじゃない。いずれ DVD も全部コンプリートしたいなって思ってるんですけど、うん、結構値段するんすよ、このライブ DVD って。でもね、何か縁があったのか、うん、2枚はゲットできたのよ、DVD いただいて。ああ、秋葉さん、秋葉さんもだし、うん、あと一人もいるわけよ、もらって。もう2枚はある今で。全部で何枚ぐらいあるの？めっちゃ出てる、2011年から、まあ、昔から全部もう10枚以上あるんじゃない。高いんだよな。まあね、ブルーレイとかもあるから、うん、あ、そうっす、もう終わりです。まぶやさんもももクロ詳しいですね。ね、きっとファンなんじゃないか。あ、ファンかな。関係ない話ですが、自分本物の龍神まぶやです。は？どうしたの、まぶやさん。は？どういうことだ。お、え、そんな人がアカウントっていうか、そういう名前、おっぱいでいい、おっぱっぴか。おっぱっぴでいいんすか。おっぱいなわけないだろ。え、ほん、え、どういうこと。おい、今日のツイキャスおかしなことなってるよ。ハルサアイです。沖縄のヒーローがつぶやいてくれてますよ。ジョンさん、 AKB よりももクロ派なんだ。何が違うんだ。いや、ジョンさんね、いや、今それどこじゃないんですよ、ジョンさん。ジョンさん、申し訳ないんですけど、今それどころじゃないんですよ。は？どういうこと？いや、龍神まぶや、まあ、いますよ、いるとして、うん、春沢栄華の春沢愛も来てるってどういうこと？うん、何これ？敵対してるヒーローかもしれないよ、一応。嘘ついてるってこと？うん、いや、クラストーンディ。変身するときに言うやつだ。え、なんなん今日、ヒーローなの？やばい、 SNS によってすごい翻弄されてる。いや、俺はもう、ダニエルさん、 FM 小座、こんばんは。ダニエルさん、うん、もしかして前も来てくれたよ。このだってアイコン覚えてるもん。音楽から行こう。はい、ということで引き続きトゥナイトファイブをお送りします。水曜日担当の飛び出せマーメイドです。はい、どうもどうも。今日はね、はいはいはい、もう今日は近くで、うん、コリンザの方でですね、はいはいはい、大洗県産品という、はい、公開収録の、そうなんですよ、番組ですか、はい、のに出させてもらってね。そうなんです、僕らがね、今回吉本沖縄から僕らが
はい、出演ということで。そうですね。それでね、あの見に来てくれたお二人がいるんですけども、うん、はいはい、ラジオにまでね、今 ね見学に来てくださってるんですよ。お運びで本当にね、 ありがとうございます。本当に外暑い中、本当に県産品楽しかったよと。ああちょうど、はい、ありがとうございます。観覧に来てくれ、沖縄モンチッチさん、モンチッチさんが、そうなんですよ、来てくださったんですよ、うん、やば、本名一緒だった。本名一緒だった、危ねえ。それダメよ、何じゃない、うん、本名ね、うん、とあとね、うん、みすずさん、そう、みすずさんね、うん、はい、嬉しいですな。いやー、なかなかいないですよ、僕らクラスにの売れてない芸人にこんなね、うん、応援に来てくださる方って、まあね、感謝しないとですね、うん、本当にこう嬉しいですよ。差し入れもいただいて、そうですね、カレーパンも僕は食べました。はい、僕は喉飴いただいてるんで、喉飴先にいただいてしまいましたね。はい、そうです、チーズパンだっけ。ちょっとゆっくり味わってたんですけど、うん、意外とラジオが始まるってなって思い切り噛んで飲み込んじゃった。ちょっと待ってください、このマブヤーさんがめっちゃいじってきてますね。うん、どうした。いや、ね、 AKB とかあんなんダメだぞ、ももクロと一緒にしたらダメだぞ、ももクロは特別さ。これはもう完全にももクロファンですな、この方。リュージマブヤは嘘だよ、もう、うん、なかったように自分が。ふざけてるな、こいつ、はい。次のヒープホップは2人がやるのかって。ああ、なんか、まあ話が来てるか来てないとかあるらしいっすよ、うん、まあ来てるか来てないかで言ったら来てないですね。はい、そうですね。今日のパーソナリティはクズとチリーだなって。いや、誰が敵よ。チリーって何。春沢栄華っていうヒーロー番組があったんですよ、うん、沖縄に、うん、それは知ってる。 それの敵役がドブーとチリーって言ったっけよ、うん、サマリタンドブーと、うん、なんとかチリーだった、あといて、うん、チリじゃない、なんとかサマリタンドブーとサマリタン、なんかいたよ、うん、敵が2人ね、怖い敵が。ほう、ああ、ってことはクズとチリは僕らということですか。そうね、クズチリじゃあ押しとくよってことで。いやいや、タイミングいいな、つぶやく。マブヤさんねえ、ほんとね、なんかね、僕らみたいなもんにも仕事がね、ちょろちょろと回ってくるんですよ。そうそうそう、まあね、あ、どうしました。いやいや、ちょっと面白かったなと思って、うん、あ、ジョンさん、今日の公開収録見に行ったよ、うん、結構滑ってたよね。こら、調子悪かった。それとも収録前に変なもの食ったかな。いや、もうすこぶる普通の好調状態で滑りましたね、うん、絶好調でしたよ。絶好調だったんですけどね、多分まだ飛び出すマーメイドの時代が来てないのかな、うん、そうポジティブに捉えるのはいいかもしれない。そう、どうも、グッドイブニング、今夜お笑い県産品の公開に出てたんですか。あ、そうなんです、出てました、アルファビングさん、はい、クラスト、なんで。いや、もうさ、変身しすぎ。なんすか最終的に。あー、ねえ、素晴らしい。敵は中田先輩やけどなって、うん、ポーポーって何。ポーポーはね、あのちょっと縮みみたいな、うん、あ、はいはいはい、ポーポー、なんか俺は、うん、俺のお家では、うん、あの甘いのも、うん、あのちょっと縮みみたいな食べ物も、うん、どっちもポーポーって呼んでたのよ。だポーポー、ポーポーとチンビン、チンビン、うん、チンビンが甘いやつなのかな、この呼び方があるらしい、何個か。へー、それはでも家族ではそんなくくりで呼んでなかった、うん、もうポーポーだった。ひらやちみたいなのとはまた違う。ひらやちもポーポー、あ、どうなんだろうなこれ、うん、俺たちはどっちもポーポーって呼んでた。ひらやちも甘いのも、甘いのもあるでしょ、わかるでしょ。あ、すごい、もんちちさんが甘いのがポーポー、ニラ入りガンチンビン。いや、お前か、もう外人か。いや、なんて、ニラ入りがチンビン、またはひらやち、ニラ入りがチンビン、うん、にら、どまたは平屋地、そう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 、あ、にら入りがちんびん、そうそうそう、ちんびんなわけね。なるほどね、どっかで、うん、にら入りがんちんびん、まぶやさんが泣いちゃうかって。泣いちゃう、泣いちゃです。そうなんですよ、はい、ということで、うちのパートナー、はい、俺も公開収録に見行きたかったんですけど、スマホ故障と愛車の故障が重なって行くに行けなかったですわ。ユミさん残念ですね。ねえ、キックボードとかなかったんですかね。リスさんがヤンバルクイナ、ヤンバルクイナって言ってますよ。
はあ、いやもう壊れたな、うん、リスさん完全にふざけてますね、はあ、この方はリスさん、はい、面白いですね。リスさんはもうダメです。リスなのにヤンバルクイナヤンバルクイナ言ってますよ。リスナーだけにリスさんなんですねこの方は。なるほどねえ、そりゃもうで甘いのがポーポーで二大理がチンビン、またはヒラヤチなわけですね。ただ呼んでるだけだけどなただ読んでるだけだな。一旦ね、ナイチャーにしては頑張ってるね、応援します。いやちょっと俺怖くなってきた。何が？マブヤーさん、なんで？実はとってもすごい人なのかなと思って。いや正直俺はちょっと頭おかしい人だと思ってるちょっとダメな人だと思ってる俺は。キックボード流されたほっ、まあ俺が言ったのよ、キックボードとかなかったんですかねって。この方も、はい、初めましてじゃないですかね。前浜モンユータ、いや区切るところ区切るところおかしい。門まで門まで行こう。あ、そうなんですか、うん、前浜モンユータさん。前浜モンユータってもうえ、なんか歌舞伎の人なのそんな感じなのかなと思ってね、え、まあね、ということで、はい、まあね、いろいろ話がそれってしまってますけど、そうですね、面白いですけどね。そうそう、僕らの話しましょうか。じゃあなんか今週あちょっといい、ちょっといい、どうしましょう。あのリスさんちょっとおしっこ行ってきますって。いや俺それを見て俺らの話しましょうかって切り替えたのにもかかわらず言いたかったおしっこって言いたかった。こういうの言うからまた変なこと言ってくんのよ、うん、リスさんも。あ、うん、なるほどね。おしっことか絶対言うなよお前がでっかいこと言ってんだよねえ。岩田さんいい区切り方するね、面白い。違う、俺真剣に読んだんですよさっきの真剣に読んであれですから、はい、エラー起こしたみたいになってたな、うん、ねえ、はい、はい、なんて、まあ、もう今日もうあのツイッターじゃないこのコメント読んでたらもうめちゃくちゃ盛り上がってんな。いわゆるプチ炎上っすなこれは、うん、そうよ、すごい人よ今日は。炎上疑ったな、君たち後日すごいルートから指摘が来るぞ。ちょっと俺こんなの嫌なんですけど。いやどうしましょうか。完全に萎縮する。そうなんです、うちの大家はねこういうの言われるとあの本当だろうが嘘だろうが、うん、結構マジに捉えちゃう、意識ね、萎縮しちゃうんだよね、うん、もう家に帰りたくないわ今日あそう、ちょっと怖い。そうか、あリスさんただいまって早いな。おかえり、はい、うん、うん、私も知らなかったけど県産品で知りました。あーなるほどね、うん、スマホと車が故障してるアルファウィングさん、ねえ。ということで、はい、まあ、今週はライブが2本もあったのか。そうですね、事務所のライブと、コラボライブっていうんですか。僕らね1期生が WBC っていうユニット組んでて、3期生も、サゴテンダンっていうユニット組んでるんですけど、うんうん、その2ユニットが、合同のねライブをね、テンブス那覇でやって、そう、観客が320人ぐらい来てたみたいで、まあ、およかったですね。めちゃめちゃもう立ち見が出れてたぐらいお客さんが入ってたみたいで、もう素晴らしかったっすよ。ありがとうございます。舞台から客席見るともう顔、うん、顔だらけという、うん、もっとなんかないの、そのもっと感想、うん、どのライブも大体そうじゃない、お客さんいっぱい入ってくれたら。顔だらけでしたよもう、ね、いろいろな顔がありましたね。うん、うん、非常に楽しいライブだった ね。いやー、大江なんか、うん、ユニットコントで、はい、この子あれなんですよ、ユニットコントで何あれなんていう道具なのあれは。え、うん、舌出してるとこ悪いけど、うん、高速具ですね。あれもともと何、拷問かなんかに使うの。まあ、いや、プレーに使う、まあ大人のプレーですね。ああなるほどね、ちょっと SM っぽいプレーに使うような。そう、ちょっとそういうお店で買ってきましたから、うん、だから首にベルト巻いて、その上の首に鎖がついてて、うん、で、あとはもうパンイチで肌見せ、もう肌が9割露出してる状態で、うん、まあ、そのコントの配役なんですけど、それ出たんだよね、うん、そうですね。あん時の悲鳴ったらなかったぞ。いやもう本当によ、うん、キャーの一声でしたね。だからもう楽屋にいたけど俺とかは、うん、多分あの日一番この会場全体のでっかい音が鳴ってて、うん、前が出た時にまあまあ、みたいな、もうみんなが一緒だったなみんな
みんな一緒だった。俺もう出てて気持ちよかったし、うん、まあまあ、まあ、そりゃそうなるよなって心で、うん、まあ、つべあの思ったんだけど、うん、あのネタやりながら、うん、本当に家族呼ばなくてよかったし、いや本当にこいつ、うん、気持ちよかったとか言ってたけど、うん、楽屋戻ってきてから、うん、いや俺ってやっぱ本当気持ち悪いんだなみたいなちょっとショックやっさって言ってるのをちょっと覚えてたの。リアルに言わんくていいだろ。いやショックやっさって、いや本当ショック受けてんだなと思って。まあ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 、でもネタ中もさ、うん、あの最初その悲鳴がでかすぎてさ、うん、まあちょっとふわふわしてただろ。あ、俺基本ふわふわしてるから袖から見て、うん、役に入りきってない顔、うん、俺ちょっと確認できたのよ、うん、いや役に入りきれないっていうかあれ何なのだから。いやいやいや俺も知らんから、あの大江川の役が何かを知らなければ、うん、もう誰もわからないと思うよ。まあね、あの設定がね、子供がペット飼いたい、うん、なんでダメなの、うん、もう連れてきてるから、うん、家の中に入れてしまってるから、うん、ちょっと見てよ、ね、お母さんみたいな。ダメよペットは飼えないよ、うん、連れてきたって言って登場したのがあの、鎖でつながれてる裸体の大江健太っていう。そう、もうその時会場はキャーって。マジでダメだからね、ああいうの多分本当にね、だからライブだからギリできただと思うよ。だから OTB の方が、ね、ね、うん、今日の県産品で一緒に仕事をした方がテレビのね、そのライブちょうど見に来てくれてたみたいで。まあみたいですね。大江、うん、あれはテレビではダメだっていう風に言われたから、NG だと。あれで出たら、うん、まあ、あの顔以外全部モザイクかかってる状態。俺浮いてんのテレビで顔だけ。生首で浮いてんの。顔だけいて、顔だけいて、首からすると全部モザイクかかってるっていう。いやすごいね。これ逆に斬新で面白いですよね。すごいよな。だってあのとにかく明るい安村さんとかが R1 でパンツ一丁でネタやってたじゃん。はい、あれモザイクかかってないじゃん、うん、だけど俺は首から下が全部モザイクかかるっていう、うんうん、すごいよ。もう逆にね、歩く R してってことで。そうですね、もう大化け物ですね。はい、うん、まあね、ねえ、まあ、つっても、はいはい、僕も人の子ですからね。どういうことどういうこと、はい、どういうことどういうこと。今ちょっと話がそれそうになったんで、うん、僕も人の子だ。人の子ですから。人の子ですから、うん、ちょっと勘違いしてほしくないなと思って、ラジオ聞いてる人は。あ、飛び出せマーメイドって、うん、あ、岩田っていう人と化け物と組んでんだとか思われたくないから。一応人間ですから。大丈夫大丈夫、ギリギリギリみんな大丈夫だと思う。ギリはおかしい。ギリギリ大丈夫、うん、あ、マビアさん、はい、俺らにとって有力な情報、うん、モーリーじゃなくてサーネーの友達です。これちょっと俺多分分かんない、多分俺は関係ないと思う、うん、どっちかって大江の、うん、大江捨ての知り合いで、うん、つながりがあるんじゃないか。僕だってモーリーさんもサーネーさんも、うん、面識がないもん俺は。え、俺なんでもうこんなってラジオも気使ってやらないといけないの。マジで顔引きつってんじゃんお前。大丈夫、絶対優しい人だから本当に、うん、大丈夫本当。なんなの、うん、モーリーじゃなくてサーネーの友達です。いやモーリーさんもサーネーさんも俺分かんない、多分お前から2個か3個ぐらい先にモーリーさん、あ、サーネーさんがいるはず。はあ、お前の知り合いの二個ずてぐらいにサーネさんがいるはず。近くない。だって下手したらだからサーネさんの友達だから、うん、その大江とサーネさんの間の人って誰、誰かいる。ケンゴさん、ケンゴさん、まあ、初恋クロマニオンのケンゴさんかな。でもケンゴさんではなさそうじゃん、うん、だからもう、まあね、あともう他にいないの、なんかその、いやもう考えることやめよう。とりあえずあの一言一言もうちょっと、うん、あのねえ、歩く R して、あの野生の姿を見れるのが舞台の特典よねと、うん、ありがとうございます。そして最後にマブヤさんが気を使わないでのび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 おこうと。なんか最後ののびのびでいいやし、怒って何わかんない、怒ってるさ、わかんないけど怒ってるさ。一旦じゃあ落ち着かせようか、一旦曲行って落ち着こうか。あもうちょマジ本当にテンション下がってんじゃん、大丈夫。いいよもう、いいよもうじゃないよ本当に。昨日もライブの時はもう胸張って歩く R してだったのにさ、うん、
急に弱気になっても、いやもうなんか近いわと思って、うん、大丈夫ですよ、まあちょっとね、はいはい、歌で、うん、ちょっと、うん、テンション変えていきましょう。そうですね、じゃあもう自分が元気出るような曲がいいんじゃないか。そうだな、うん、じゃあ行きましょう。ももクロの話したからね。ああいいじゃないですか、うん、うん、ちょっとこれ関係の曲いきましょう、うん、はいはい、それでは聴いていただきましょう。ガレットで、うん、シーズワナビー。ももクロじゃないんかよお前。ガレットね、まあもう分かってたよね、振ってんのは。ももクロの話したんで、ね、してんで。もうめっちゃツイキャスすごいこと、ちょっと一個呼んでいこう。気づかない、嬉しいから。マブヤさん気にしないでのびのび行こう、応援してるファンです。考えるな感じろリスさん。前浜モンユータさん。 PTA から電話来るよ。もうやめてくれこういうの、うん、なんで PTA って何かやった。いやそれはあのあれ高速具よ、高速具。いやいや、はい、前浜モンさんはちょっともうあれですね。モンユータさんはちょっとそういうの PTA とかは大丈夫ですよ、うん、モンジさん、大江さん頑張。ジョンさん、あの時会場中の女の子が全員大江くんの股間に注目してたから。いやマジで。ジョンさんマジっすか。なる、あすごいすごいってなってんだから。違うだろ、大江さんのあっちすごいみたいな。どう考えても嫌悪感の悲鳴だっただろ。五光が差してるって。ケンちゃん、千葉リオ、アルファビングさんということで、はい、そう、これからの沖縄のお笑いよろしくお願いいたします。いえいえ、もう僕らなんかね背負えないですよ。皆さん面白い方たくさんいるので。ちょっとアイコンなんだ、アイコンの写真は。クリックとかできんのこれ。いや、わかんないよ。どういうこと。怖いことが起きるんですよ。今のネットワークはまあ、うん、一度クリックしただけでウイルスが入ってきますからね。恐ろしい世界ですよ。すげえ、すごい警戒してるじゃないか君は。ネットでもね、うん、直接会っていじめられるとかはあるかもしれないけど、今の時代はやっぱネットでもいじめがありますから、うん、それだけで傷つく人もいるんですからね。まあそうっすね、うん、今すごい言葉に説得力があった、うん、若干傷つきかけてたんだろうな、さっきの。そうだ、サーネーさん、サーネーさんの、うん、サーネーさんという印籠を盾に大江、うん、のねメンタルをぐちゃぐちゃにして定時動。でも本当に小刻みインディアンさんとは全然お会いする機会がないか、ないんだよな。でもなぜか知らないけど、初恋クロマニオンの健吾さんが個人的に大江健太が滑ったらツイッター上げるっていう、大江が滑ったらそれをツイッターでつぶやくわけ、うん、今大江が滑ってますってみたいな、うん、なぜか分かんないですけど、うん、あの小刻みインディアンのサーネーさんがお気に入りにするっていう、うん、なんでだよ。もう目つけられてんじゃん、分からない。俺なのに俺は滑ってるのかっつって、うん、もう本当にでも沖縄ではすごい人でしょ。いやものすごいですよ。直接会ったら、うん、あのそんな会話もしない本当に。だけど、うん、ツイッターでつぶえたらお気に入りされるなとか。それについても触れられない。なんで、うん、俺だけ目つけられてんの、うん、すごいな。危ない、すげえ。それを見て笑うっていう、健吾さんと二人お気に入りしてるって。でもすごいことで、まあそれは嬉しいことですよ。まあね、うん、存在を認知されてるわけね。まあね、ぬちど宝、ね、命は宝。なんで大江さんカタカナだな、わかんない。ぬちど宝で思い出したけど、どうした。高山さんに沖縄の宝って言われてたな。あ、そうだな。いやマジで大事にした方がいいと思うよ大江健太。俺に言ってるそれ、うん、それあの落研の、うん、琉球大学の落語研究会の創設者が、うん、まあ、国吉さんっていう方なんだけど、うん、その方も俺に言ってた、酒飲んでる時に、うん、ライブ見たけど、うん、お前の相方相当面白いと。岩田飛び出せマーメイドは大江で持ってるから、うん、本当にあいつ相方大事にしろよって。分かってんな、今度分かってんなじゃない、ぜひちょっとお酒交わしたいな、うん、すごいよ、もう伝説の人だから、うん、国吉さん落研会では、うん、医師免許を
あの琉大の医学部、はい、医学部だった。で医者、医学部を卒業して、うん、医師免許取らなかった人。すごいな。うん、一応ブラックジャックって言ってるんだけど、例えば。トンチみたいな話聞かされてたよ。本当これ本当だからね。なんで？わかんないけど。あ、メールも意見来てるんで。あ、本当ですか？じゃあ CM 開けたら紹介します。いやもう今日爆発してるなツイキャスも。マブヤのさマブヤさん、サーネはいい人よ。野球も死に上手。いや死に友達じゃないですかマブヤさん。すごい。誰だ？どなただマブヤさん。俺もちょっと怖くなってきたな。沖縄モンチッチさん、大江さんを初めて知ったのはゆが夫婦でのコーナーで、うん、ピッピって言ってたので決め台詞はライブで見るまでピッピだと思ってました。ピッピなんてやつだもん。俺も変顔のやつ。そうそうそう、うん、ね、うん、なんていうんですか、はい、沖縄の言葉を、うん、ちょっと題材にしたコントだったんだけど、うん、すいません。俺もこっそりとリツイートで拡散したりします。これこれここで。これ全然関係ない。これピッピって言ってる、この CM、うん、言ってる。あと15秒。違うよ。まあそれでちょっと顔笑わさっていうところだったからね。うん、あと5秒。はい、はい、ということで引き続き、ね、トゥナイトファイブをお送りします。水曜日担当の飛び出せマーメイドでーす。よろしくお願いします。お願いします。はい、すごいですね本当に。じゃちょっとメールが来てるみたいなので紹介しますね、はい、目読しましょうよ。目読したら伝わんないラジオじゃ。喋るのが仕事ですからラジオ ね。ということで飛び出せマーメイドの岩田さん、大江さん、こんばんは。はい、おいらも県産品公開収録行きたかったですよ。飛び出せマーメイドさんのご活躍が見られなくて、なんせ横浜からじゃ放送もされてない上、簡単に見に行けないのが非常に悲しいです。かっこ泣き。ああすいません本当に、横浜から。さて、ももクロ談義でうちなヒーローも巻き込んで盛り上がってましたね、かっこ笑い。今週も大江さんの相変わらず暑苦しい顔と声を聞かないと寂しいです。お二人とも千葉よ、風船の虎さんからです。ありがとうございます。横浜から。いやありがとうございます。はい、ちょくちょくね送ってくださるんですよね。嬉しいな。ねえ嬉しいね、はい、大江さんの相変わらず暑苦しい顔と声を聞かないと、うん、寂しいって人もいるんですから。うわーすごいね。聞いた。いやー聞いたっていうか、俺がラジオで言うと喋ってたからな。ああ、うん、ちゃんと心込めて言った。うん、いや込めた込めた。うわ、俺はもう沖縄の宝なんだよ。あ、モンチさん、トラさん友達だよって。そうなんすね。大江さん大人気やね、マブヤーさん。沖縄の宝芸人です。すごいな、大江の人気が爆発してるな。もうあの、うん、キャパオーバーですよ。キャパオーバーなの。抱えきれないですよ。ちょっと自分でも抱えきれないほどの注目が集まっちゃってると。あ、そっか。それを抱えれる自信がないですよ。いや、ポテンシャルがそれだけあるってことですよ。あ、本当ですか。知念隆も言ってた、うんうん、うちの同期のピン芸人知念隆も、うん、大江は正直、うん、まあ昔ね、うん、振りとかボケとか全然わからない状態で、はい、あんだけ笑い取ってたってことは、うん、相当地肩が強いから。なんかどっか体のどっかを刺激したらそのポテンシャルが解放されるのとかないのかね。なんかな、うん、音を立てて売れ出さないかな、うん、ちょっとでも俺の感じだと、今の俺の感じだと、うんうん、肛門の近くにありそうな気がする。そのポテンシャルボタン。マジか、うん、ちょっと後から押してもらっていい。いや、それが見つかったらもうすごい楽なんだけどな。アロハウィングさん、俺もマーメイドのお二人さんを知ったのは他局番組で久高真理氏のピンチヒッターとして出演した時のでした。ああ、そう、ありましたね。ありましたね、沖縄の天然記念物。そう、減ってるんですよ。減ってきてるんですよ。おやさん、かわいいから、かわいいから老若男女、ん、にゃんにょ。どうした、老若にゃんにょ。にゃんにょ、うん、老若にゃんにょから愛されるんだよきっと。まあそうですね、子供も好き。なるほど、みんな好き。あのもう人、基本的に人はみんな愛しているよ、うん。
なんかすごいね、こう汝の敵を愛せみたいな、うん、基本的に人を愛している、意地悪な人、うん、まあ、またはいじめられてる人、うん、みんな好きなんか道徳の授業受けてんのかな俺は。みんな俺のこのね、うん、ちょっと暑苦しい体、うん、抱きしめたいそれはちょっとお前のあの下心も出ちゃってるな。それいやいや、それはもう男女と関係なく、うん、怖いな、うん、それは男でも女の子でも、うん、そうでもない人男でも女の子でも女の子寄ってるな、だいぶ女の子に寄ってるなお前。こりゃ一本取られちゃいましたよちょっとということで、はい、はい、大江さんは人を愛せるところがいいと思う、モンチッチさん。すごい今お前フィーバー状態だな、メッセージが、うん、ボーナスタイムですよ。ボーナスタイムだな。コインがめっちゃ出てきてますよ。すごい本当に、はい、スケベって言われてるよ今さっきまで、うん、急にコメント止めたと思ったらなあ、すぐ人の上げ足を取ってねえねえ本当に、うん、いやいいじゃないですか。本ゆうたさんはもうね、ねえ、まあそういう人も愛す、はい、愛しますよ、ね、どうですか。あっという間だな、ね、もうあと10分も切ってますね。6分ぐらいで、はい、終わってしまう。5分か、5分ぐらいで。そうですね、あれなんですよね、僕らだから、まあ、来週、待って、来週はあれか、今月の12日から三越後に、はいはい、吉本沖縄花月っていう、はい、劇場が、はい、ね、常設劇場がオープンして、そうなんですよ、365日ライブやってるっていう、このね、はい、化け物みたいなね、恐ろしく忙しいスケジュールになるんじゃないかっていうようなことを控えてるんですよね、うん、本当に化け物、もうただでさえ化け物なのに、うん、しまった化け物になるんですよ。いやもうまたバイトに出れなくて、俺はもうちょっと生活が本当に、はい、まあしょうがないでしょそれは。まあね、自分のやりたいことをやってるんですからなんかふざけてない。え、うん、自分の気持ちを言っただけですよ。 あそう、はい、ほんと、まあならいいんだけど、うん、もうそれはしょうがないですよ。モンユータさんスケベってさっきこれさっきのツイートツイートと変わらん。ごめんごめん、もう一回、なんなの、もう一回読んじゃった、ごめんごめんいやおかしいだろ。マブヤさん、帰りは金タコ食べて帰るのかい、ということで、金タコは今日はだから差し入れもいただいて、うん、楽屋でもお弁当が出たんで、そう、結構今お腹ねパンパンなんですよね。美味しいの取れなかったですね、俺は。肉バットかっこ悪いなんだこれ、どういうことなの肉バットって分からんけど下ネタっぽいから広げないとこ、いいな、うん、芸人さんから寄ってきてくれると嬉しいですよね、ということで、あ、そうですね、ね、大江くんはお化け屋敷でバイト、ということで、ジョンさん、あ、まあお化け屋敷もね三越で、はい、おもろお化け屋敷っていうのができるんですけど、はい、そ、三越の C56階、はい、が丸々お化け屋敷で、西日本最大級の、そう、もうゴールするのに30分40分かかるって、で僕らちょっとまだできる前ですけど下見に、うん、まあ事務所のみんなで行ったんですけど、なかなか、うん、ボリュームがある広い、ね、お化け屋敷で、でおもろお化け屋敷の、うん、まあ、見どころっていうか、このなんつうんですか、うん、一押しポイントが、はい、まあ、西日本最大級っていうのもあるんですけど、はい、スタッフ全員が芸人っていうのを、そう、もうね、売り込みポイントだから、うん、当然僕らもね、うん、お化け役として、そう、皆様を驚かすっていうことをね、うん、することも、今後のね予定に入ってるんですよね。まあね、うん、今の研修中だよね、今練習してんのよ。まあ、その中でね研修してお化けに向いている向いてないってあると思いますけど、うん、僕は多分向いてない方だと思うんですね。なんで、え、なんで弱気になっちゃったの。まあ、向いてない、人を驚かせることなんてできるのかな俺に。まあ大丈夫じゃないか、うん、普通に髪を前に下ろすだけでだいぶ完成してるから。そのうん、どうかな自信ないんだよな。あ、自信ないか、大丈夫、自信持って、うんうん、沖縄の宝だから。あ、そう、沖縄の宝だから、うん、皆さん聞きました、今日のキーワードですよこれそうなんですよ、うん、うちのこの大江健太君は、うん、ね、東京の無限大ホールでずっと支配人をやってた高山さんっていうものすごい方が今沖縄吉本に来てるんですけど、うん、大江を沖縄の宝って言ってるんですよ。そうで、
まあ、我々2人で飛び出せマーメイドじゃないですか、はい、俺のことは何て言ってるかっていうと、うんうん、飛び出せマーメイドの飛び出せマーメイドじゃない方って言ってる誰なん俺じゃあ俺誰お高山さんに言ってみた、ね、じゃあ俺誰なんて言ってる3回くらい言ってるじゃあ僕誰なんですかねあそうなんだニコニコして終わるその時高山さんがニコってして終わるっていうねえもうだからもう宝と誰なんていう沖縄の宝もうなんか沖縄の宝、うん、もうこのラジオ聞いてる人に、うん、僕をたまたまじゃあ沖縄市で歩いててもどこかで那覇とかで見かけても、うん、沖縄の宝さんですよねみたいなこと言ったら宝って名字になっちゃってるそれ名字になってるよなんかちょっと、うん、施しでも施しでも施しなの施しなんだ施しを求めてんだあ施しでも、うん、逆にさせてあげようかなっていう施しを僕があ施してあげようかなってことそう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 いや余計なお世話じゃないそれは大丈夫だよそれは、ね、ということであともう30秒切っちゃいました、はい、ということであっという間のお時間でしたねはい、はい、ということで「トゥナイトファイブ」は月曜日から金曜日お送りしているので、うん毎日欠かさず聞いてくださいということで、はい明日はギャングマンモスが担当となっておりますじゃあ、今日の「飛び出せマーメイド」の放送から終了です、うん、それではまた来週バイバーイ、はい、ありがとうございましたバイバーイツイキャスちょっと読みましょうかあ読みましょうもうめっちゃ